USA-200 に、または打ち上げ前の名称なロローンチ26は、アメリカ国家偵察局が現在運用中の、機密に指定されたアメリカ合衆国の偵察衛星である。この衛星は、発展型オリオン型の資源と偵察衛星の一機と考えられている。アビエーションウィークスペーステクノロジー誌によれば、これは、基本的にアメリカの 最も大きな、最も機密性の高い、最も高価な軍用衛星を世界最大の打ち上げロケットに搭載したものだ。と述べている。衛星と打ち上げロケットの合計費用は20億ドルを上回るだろうと推定されている。アマチュアの人工衛星観測者たちは、この衛星が隣接する商用通信衛星であるサーアーヤニの信号を盗聴しているのではないかと疑っていたが、 この疑いは2016年9月9日にザインターセプトによって裏付けられた。これはエドワード・スノーデンがリークした秘密資料の一部にあたる。USA-200 にはケープカナベラル空軍基地の SLC-37B 打ち上げ複合施設から打ち上げられた。この打ち上げはデルタ4ヘビーロケットを用いた打ち上げの3回目にあたる。打ち上げは 当初2005年に行う予定であったが、様々な問題のため延期され、2009年1月18日、2時47分、後とに至って、ようやく打ち上げられた。ありがとうございます。